物体を作り変える術、それが錬金術。錬金術師の兄弟エドとアルは死んだ母親を生き返らせようとして失敗。エドは手足を、アルは体全てを失った。俺が必ずお前の体を取り戻してみせる。アルのためなら俺は何だってやる。僕のためにこれ以上無茶をしないで。こいつの整備士なんかしてたら身が持たないだろ。ウィンディ、ストーンの使い方したらこんな壊れ方すんだよ。終わり。久しぶりだな、鋼の大佐。失った体を取り戻すために絶対に必要なもの。賢者の石はただの伝説に過ぎない。賢者の石、あの兄弟の力になってやりたいんだ。これ以上あの石に関わらない方が身のためだ。賢者の石は実在する。鋼の坊よ、知りすぎたわね。俺たちの計画が台無しじゃん。ホムンクルス、もう生かしてはおけないわね。この空っぽの体で何を信じろって言うんだよ。たった二人の兄弟じゃないの。どこのどいつだこんなこと考えやがるの。こんなことってあるか。まさか兄さん、ダメだ。鋼の錬金術師。